モンカのチャーレ、はい、コウスケです。今日はご覧ください、こっちのコーナーです。まず師匠をちょっと呼びたいと思います。それではお願いします。こんにちは、タミです。こんにちは、さあ、ありがとうございます。ということで今日はね、はい、何を隠すと、はい、スープラの方をやりたいなと思います。行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとスープラで、はい、さっきと僕も行きたいなと思ったんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。これ街乗りとドレスアップだけやったんで、ブレイクがいろいろせんと危ない。あ、ブレイクはね、やった方がいいんで。っていうので、ブレーキパッドとブレーキブルードを入れる作業と、あと羽をね、GT ウィングにするんですけど、このサーキット仕様にするとき、ちょっとまだ僕も拙い知識なんで、このタンディさんに、はい、いきましょう。ちょっと教えていただきながらやりたいと思います。はい、はい、どうですか。はい、え、今日はあれですか、はい、ブレーキの交換と、そう、ブルード、はい、で、羽は自分でやっておきます。あ、OK、はい、じゃあ今日はブレーキパッドとブルードと、はい、いきましょう。ありがとうございます。じゃあ、やりましょう。よろしくお願いします。え、カッテはどういうのアンブレーキ。そう、カッテ、この2つなんですよ。プロジェクトミューのこれ15,000円って安いんですかね、高いんか分かんないですけど。いや、いいやつだね、結構。 あ、一緒だ、割と。あ、ほんまですか。ありがとうございます。おー、ちょっと頑張って買っちゃいました。お金ないんですけど。あと、このエンドレスの、じゃあ俺だったらちゃん、これがいいよって。そうなんですよ、全部タナピーさんに教えてもらいました、実は。ちょっと分かんないんで。で、あとでも自分で買ったやつもあるんです。あ、あるんですか。これ、あの、ブレーキブルードにかぶってた。ナイキやん。ナイキで赤でやったら、あー、なるほど、ストリートかなと思って。おっしゃれ。わかんないですけど。おっしゃれですね。2個あるんで、1個いります。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。これをインストールしていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。はい、それでは、作業入るんで、ご安全に。コウスケ、まず、タイヤを外すらしいんで、外していきます。できる、一人で。一応、はい、タイヤ交換とかはずっとやったりするんで。あ、ほんますか。もし分からなかったら、俺やるんで。あ、ありがとうございます。危なかったら言ってもらっていいですか。言います。ちょっと、ガンは知らないです。お願いします。コウスケ。で、ちょっとね、緩めていくにあたって、このホイールがちょっと特殊なんで、この蓋を取ってからじゃないとナット外せないんで、それをやっていきます。これの六角で外すんですけど、どれだったっけ。これカモフラージュすぎて自分でもわからなくなるんですよ。そんな大変なん、それ。これなんか、あ、フェイントなってやん。そうですよ、フェイント1個だけなんですよ、この中の。これ全部こうやってかまして回るんですけど、うん、どれがほんまやったっけみたいな。1個ずつ。わ、これ盗難防止や、めっちゃ。そうです。で、これほんまもんかなと思ったらサイズ全然ちゃうんですよ。わ、フェイントやん、マジだ、これ。ほんまにわかんないんですよ。あ、違う、これじゃないやつや。もう一個大きい穴やったんです。違うかったね。入った。はい、行けました。ありがとうございます。お、行けた。ご覧ください、こんな感じになってて、これやばないですか。わ、すごいね、これ。1個だけほんまなんですよ。うわ、で、こうなってて、パカーヘンスって。そうなんですよ。じゃ、ちょっと4つバーッと外していっちゃいます。行きましょう。はい、次向こうで。はい、はい、こっち。はい、はい、頼ってや。そういつもな、え、そういつもな、これのダイヤ交換の時とか腰痛いから。これ、持ち歩いてる。使ったやつ、おる、そんなやつ。そうだったやつに。汚れるじゃないですか。入った。早っ。はい、ありがとうございます。めっちゃ早い。まるで、GT300 の動画見たんでめっちゃ早いですよ、僕。余ったの。はい。はい、はい、ということで、一応ね、全部ジャッキアップも何やかんやで終わって、タイムも全部外し終わりました。とりあえず、最低限っていうあれなんで、そうですね、まあ、ただサーキット走るんだったら、はい、フロントだけでも変えとかんとあかんみたいな感じ。ああ、入れていきます。はい、じゃあ、開封の儀、いきます。お願いします。ありがとうございます。これです。あれ？あれ？ビル一緒やん。おしゃれ。めっちゃおしゃれやん、それ。いや、おかげさまで。おしゃれ。あ、思ってます、それ。おしゃれやな。すごい、このここまで、ご覧ください、ここまで塗ってるんですね。どうしました。ここ全部、ここなんか黒なんかなって思ったら、ここまで色塗ってあるんですねっていう。おしゃれやな。わ、おしゃれですね。やっぱプロジェクトミュー、世界に誇る日本のブランドだけあって、すごいですね。日本のやつでしたっけ。うん、あ、全然しない。一回なんかで見ました。
じゃあね、お願いします。はい、わかりました。どっち買っていいですか。いや、それテレゲンで、テレ回してほんまですか。うん、テレ回してあげる。ほんまに言ってます。テレ、うん、ほんまに、うん、テレ回してちょっと待って、手で回って取れるやつやったら危ないですか。マジ無性じゃないですか。貸してくれてありがとうございます。ありがとうございます。結構硬いですよね。うん、確かにそれ反対じゃん。反対ですか。うん、あ、え、それ反対やろ。こっちは反対やろ、それ。ほんますか。うん、どっちもあれですよ、行くも地獄、戻るも地獄ですよね。わかんないです。おっしゃ、行ったー。あぶな、合ってましたね、僕。あ、ちょっと反対やったよ。たら誰しもがプロポップになるという。あ、ですね。マッチフィールドパワーソースを受けて、ちょっと分かんないですけど。全然見えないですよ。大丈夫ですか。はい。あ、でもね、服が汚れたら、それで車の中に入ると椅子汚れたりして車汚してしまうんで、うん、服を汚したらダメだと思うんですよ。整備士のプロがやっぱみんな言うんで。ありがとうございます。プロっぽいなって言ってください。あ、プロっぽいな。プロっぽいわ。で、はい、これを戻してもらっていいですか、はい、人力で。あ、置くってことですか。うん。あれ、はい、あ、ありました。よかった。これでいけるんですか。薄毛。え、こんなカニみたいなんか。アンギラ、アンギラって言うんですか。アンギラスっていう、なんかアンギラスって動物似てるから、アンギラゴジラの、そうそう、あ、敵じゃないですか。それなんか敵似てるから、ほんまに言ってます。正式名称は、はい、ウォーターポムプライヤーで、で、アンギラスっていうやつ似てるから、あのモンスターに、そうそう、アンギラみたいな。画像ちょっと貼っときます。知らんけど。どうすか。はい、いけそうです。どうすか。熱いから脱いでいいですか。脱ぐんすか。ちょっと出さない、服出さない。熱く服出さない、ちょっと裏服出す、出さ、服見えるからええかなって思って、いいな、脱ぐことないわと思ったら脱ぎました。行きましょう、はい、じゃあそれで、はい、行きましょう。じゃあ行きます。お願いします。アンギラさん、ありがとうございます。はいいね、よっしゃ、入った、来ました。じゃあちょっとパッといけたんで反対もやっていきます。で、終わったらフルドへ行きたいです。コウキ、はい、ということで、すごく出さない、それこれですか。すごく出さ、出さないですか。やばない、出すですか、これ出すですか。ダサ、じゃあやっていきましょう。はい、ダサないと思うんだけどな。次はもうエア抜きしていきたいと思います。あ、OK です。はい、じゃあ教えます。ありがとうございます。これですよね。はい、 S4 いきましょう。はい、いきます。まずは、はい、開けてもらっていいですか。これがブレーキフルドですか。はい、そうっすね。ほんまに、え、これね、リストバンド入んないですよね。うん、入らんたん。
買ったやつね。一回見ていいですか、サイズ。うん、これ無理ですよね。これ入らんやつ。え、あれ何なんですか。みんな他の車種でリストバンドむっちゃやってるじゃないですか。やってないってブレーキは。え、パワーステアやろ。あ、パワーステアなんですか。パワーステアやろ。あ、そうなんですか。ブレーキ吹かないの。それ逆に聞いたことない。ブレーキ吹くのか。あ、そうなんですか。絶対パワーステアやろ。あ、そうなんや。じゃあまあでも適当にここってかここってか。あ、押したいから押した。押した。水浮いたところでどうでもいいっしょ。あ、汚れぐらいちょっと今から汚れぐらいですか、はい、汚な汚くなってます。めっちゃ汚い。じゃあ、はい、あのなんか、はい、ブレーキって、はい、触ったらあかんみたいで、その他人が。あ、なんか整備士の人か本人かあかんみたいで、本人もブレーキらしいんですけど、あの、分かりました。これブレーキをね踏むんで、はい、あのこのこっちの、はい、このバルブの開け閉めは多分本人になってもらっていいですか。わかりました。じゃあちょっと教えてもらいながら、はい、やっていきます。とりあえず、あの、効果かすんで、はい、効果かすんでやってもらっていいですか。わかりました。で、順番で言ったら、はい、フリークルダーじゃないですか、はい、一番遠いところですね。だから左の後ろ、左の後ろを先に交換しておきます。わかりました。で、これ、はい、僕踏んでいくんで、はい、で、コース系は後ろのブリーダーを入れてもらって、わかりました。出していく感じで、はい、で、出し終わって交換したらエアニックする感じで。わかりました。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、参ります。緩めてよ。はい、緩まりました。ブレーキ踏んで。はい、お願いします。踏んでいきます。はい、いきます。はい、お願いします。あ、切れてます。いい感じです。しゃ、見えますかね。ほらーい、ほらーい、ほらーい。どうすか。はい、いい感じでどんどんリアルゴールドみたいに出ておきてます。しゃ、これでもこれで入れてったらいいですか、なんか、うん。で、今ちょっとずつ古いやつ入れてるんで、はい、古いやつを出していってるんで、はい、ここに、ね、新しいやつ入れていきます。はい、わかりました。お願いします、はい、このままでいいでしたっけ。うん、2つ出る。はい、あ、ついてないですか。すベンツです。あ、ベンツやん。はい、ベンツ。おー、頑張って SL 改良頑張ります。ありがとうございます、はい、これもう、運ですよね。運、運ですね。イランプリントとかでこうやってもいいですか。いや、多分いけんですよね。いけいける。ほんまですか。うん、スパジやばいけど。はい、え、タナピーさんもあれですか、運で行ってました。運で行ってる。うわ、運いった。これほんまはあの、タンかこういうやつで。うん、そうだ。 OK です。運良かった。全然足れへんかった。じゃあ、行きましょう。ちょっとどんどん減ってきました。もうちょっと足した方がいいですか。あ、もういい。はい、運つまないよ。運何回も使う。運何回かにしよう。そう、わかりました。減ってきたんで。はい、じゃあちょっともう一回運を。でこれこぼれても止め全然ないっすもんね。うん、そんな全然余裕で。おも、すごいですね。やっぱエンドレス運言うまでももう高性能なんですね。お、危な。危な。邪魔や。もっと。はい、ということで無事終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ブレーキがアップグレードできたんで、はい、心強いです。え、こいつサーキットいくやん。そうです。あと GT ウィングとホイール変えちゃって、はい。はい、はい、おっしゃ、楽しみ。あ、事故らんようにしたいと思います。でも事故った方が下がるんじゃないですか。上がって心は下がるみたいな。ありがとうございます、はい、で、あ、それであのちょっと僕まだ初めてのサーキットなんで、はい、気をつけないといけないポイントみたいなって、はい、どこなんですかね。あれだと思って。いや、1コーナーが危ないし、通過ツインやったら、はい、1コーナー曲がった後の S 字がちょっと怖いですね。あ、へえ。筋でこう、削ってたらそのまま壁にバーンみたいな。あ、じゃあそこで気をつける。そうですね、そっちの方がいいですね。まあでも、エンちゃん潰したんですよ。別にエンちゃんは。でも事故のとね、早くはないんで。そうですね、ちょっとあんまり事故りたくないんで、まずゲームで練習したりして、はい、ちょっと練習していきます。はい、はい、わかりました。ちょっと気をつけてすぐさっきと行きたいと思うんで、はい、次回ご覧ください。
じゃあ、ということでプランの方も随時やっていくんでぜひご覧ください。じゃあ、チャンネル登録、そしてサブチャンネル、そしてタナピーさんのチャンネルも概要欄やコメント欄のところにも書いてるんで、はい、まだご覧いただいてない方はご覧ください。はい、はい、以上、ありがとうございました。それでは、良い週末を。ありがとうございました。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますのでぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そしてこの動画がいいなと思ってくれたらチャンネル登録を、でももう一つやなと思ったら次頑張るんでチャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。